現在、群馬県立歴史博物館では、古墳大国群馬への歩みという企画展を開催しています。この企画展では、古墳時代が終わってから現在までの古墳と地域の人々との関わりについて展示しています。今回は、日本が近代化していく明治期の古墳と人々の関わりについて、地域に残された資料から紹介します。時は明治11年の秋、現在の安中市柳瀬にある小高い山のようなところで、古墳に詳しい人と土地の地主が話していました。もしもし、地主さん、あの山はおそらく古墳に違いないですよ。なんだって?古墳?ええ、これね、埴輪編って言いましてね、古墳の近くで出るんですよ。多分、辰巳の方角から掘り進めれば、石室に当たりますよ。ほう、古墳の石室かね。その山が古墳かもしれないと聞いた地主は悩んでしまいます。あの人の言う通りなら、掘っても見てえが、そもそも古墳てえのはどんなもんなんじゃ。そこで、地主さんは各地の有名古墳を方々を見て回りました。はあ、なるほどね。ああいうんが石室の入り口なんかい。春になって、地主は古墳を掘ってみることを決心します。けれど、一人では何もできません。そこで、近所に住む人に手伝いを頼みました。なあなあ、お隣の、よろしく頼んだぜ。あ、いいよ、任せときな。と、東南の方角から掘り進めていると。あれれれれれ、石がいっぺん出てきましたで。おお、そりゃあきっと、石室の入り口だからなんで。二人は、石をどけると、松明に火をつけ、石室の中に入っていきます。お、行くぞ。へい。おやー、なんだあれは。石室の奥からは、キラキラした勾玉や、たくさんの副葬品が発見されました。地主が村人にそのことを伝えると、古墳を訪ねる人が後を絶たなくなりました。古墳を掘ったら中からいろんなものが出てきましたぞ。そんなにですか?と、古墳に詳しい、行った本人もびっくり仰天です。あれがその古墳かい。いろんなものが出てきたっつうがね。地主は古墳の頂に祠と石碑を建て、古墳からの出土品を切り箱に大切に保管しました。ご先祖様が残してくれたもんだ。大事に伝えねばなんねえな。この時以来、古墳と出土品、またその様子の克明な記録は大切に保管されていくのでした。今回の企画展では、こうした古墳と人々との様々な関わりを展示していますので、ぜひご来館ください。